マロティーコール、ドラケンスバーグ公園。マロティーコール、ドラケンスバーグ公園。マロティーコール、ドラケンスバーグ公園。マロティ、ドラケンスベルグパークは、南アフリカ共和国のウクハランバ、ドラケンスバーグ公園及び、レソトのセサバテーベリツ公園を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。を含むドラケンスバーグ山脈の美しい自然景観や、生物多様性。 さらには、三人たちが数千年にわたって残してきた数々の岩江など高校遺跡群という自然、文化両面の価値が評価された複合遺産であり、では最大の自然保護区を形成している。2000年に登録された当初は、南アフリカ共和国のウクハランバ、ドラケンスバーグ公園のみを対象としていたが、2013年にセサバテーベ国立公園が、 拡大登録されたことから登録名称が変更となった。レソトにとっては初の世界遺産である。南アフリカ共和国の世界遺産条約定約は1997年7月10日のことであり、1999年には同国初の世界遺産としてロベン島など3県の登録を果たしていた。ウクハランバドラケンスバーグ公園は、 同国発の複合遺産を目指し、1999年6月30日に推薦された物件である。審議に先立ち、文化遺産要素の諮問機関である、国際記念物遺跡会議、アイコモスは、そこに残る、岩江軍の多様性や密度が他には見られないレベルで、あることなどを評価し、登録を勧告した。他方、自然遺産要素の諮問機関である。 国際自然保護連合 IUCN はシミエン国立公園エチオピアの世界遺産1978年登録などとの比較を踏まえ地球生成の歴史などの面での顕著な普遍的価値は認めなかったものの自然美と生物多様性についての価値は認めやはり登録を勧告したこれらの勧告を踏まえて第24回世界遺産委員会2000年で 審議され、韓国通りにその価値が認められた。登録名称は、ウクハランバ、ドラケンスバーグ公園、ユーコランバ、ドレイクンバーグパークである。アフリカでの複合遺産の登録は、バンディアガラの断崖、ドゴン人の地、マリ共和国の世界遺産、1989年登録、以来2件目であった。この登録に先立つ韓国では、アイコモスもも共通して、 レソトへの拡大を考慮すべきことを盛り込んでおり、実際、レソトと南アフリカは1997年以来、国境を越えた自然保護で協力し合っていたが、レソトはその時点では、世界遺産条約を提約していなかった。レソトは2003年11月25日に、世界遺産条約を提約し、ウクハランバドラケンスバーグ公園と隣接する。 セサバテーベ国立公園を2008年10月8日に世界遺産の暫定リストへと記載した。セサバテーベ国立公園はウクハランバドラケンスバーグ公園の拡大案件として2012年1月27日に正式推薦された。アイコモスは文化遺産面についてレソト当局が主張する南方様式サザンスタイルの祝いの独自性の定義が不明瞭であることや 岩江の調査が不十分であること、その結果として、推薦範囲外にも、同等の価値を持つ岩江がある農政を排除できない、ことなどから、登録延期を勧告した。他方、IUCN は、セサバテーベ国立公園の面積、6500ヘクタールは、ウクハランバドラケンスバーグ公園24、242,813ヘクタールに比べてあまりにも小さいが、しかし、 独特の生態系などの面から、後者の世界遺産としての価値を補強する上では、不可欠と評価し、登録を勧告した。第37回世界遺産委員会、2013年の審議では、化遺産面についても逆転で認められ、拡大登録に至った。IUCN は、韓国人に新登録名を、マロティ・ドラケンスバーグの越境世界遺産、 マロッティドラケンスベルグドラバーンリーワールドヘリテージ、サイトとすべきことを提案しており、登録直後の世界遺産センターによるプレスリリースでは、実際にそうした名称が使われていたが、最終的な登録名は、マロッティイコールドラケンスバーグ公園となった。これは、レソト発の世界遺産である。また、アフリカでの国境を越える複合遺産は初めてであり、 世界的にもピレネー山脈のモンペルデュ、スペイン、フランスの世界遺産、1997年登録以来2件目である。なお、2000年に登録された時点では文化的景観に分類される可能性が指摘されていたが、2013年の拡大登録時には可能性への言及自体が消えた。世界遺産としての登録名はマロッティ、ドラケンスベルグパーク、 英語、パーク・マロッティ・ィドラケンス・ベルグ、フランス語である。その日本語名には、表記に関して微細な揺れが存在している。ウクハララ・ランバ・ドラケンス・バーグ公園、ユーコ・ランバ・ドラケンス・ベルグ・パーク、世界遺産登録 ID985 から001と、セサバ・テーベ国立公園、スレバシブ・ナショナル・パーク、世界遺産登録 ID985 ビスマイナス002が、 世界遺産の構成資産で、前者の登録面積は242,813ヘクタール。後者の登録面積は6,500ヘクタールである。セサバテーベ国立公園は、ウクハランバドラケンスバーグ公園の南園で国境を挟んで隣接している、右の地図3章。両公園が共有する国境線の長さは1 2トルにわたる。 干渉地域に設定されているのは、セサバテーベ山脈管理地域、スレバシブレンジマネージメントエリアで、その面積は46,630ヘクタールで、ある。ウクハランバドラケンスバーグ公園は、南アフリカクワズールナタール州にあった1軒の国立公園、4軒の自然保護区、1軒の狩猟鳥獣保護区、ゲージザーブ、6軒の国有林、 ステートフォレストスをまとめる形で1993年に設定された自然公園である。1997年にはラムサール条約の登録地にもなった。国有林の中に全部で4つの原生自然地域が設定されており、この総面積は世界遺産登録面積の48.5%を占める。世界遺産登録地のうち IUCN カテゴリーが IV。 厳生自然地域になるのはそれらの地域のみで、あとはすべていい、国立公園である。国内最高峰となる3000メートル級の山々を、用し、絶壁や渓谷が美しい景観を作り出しており、トレッキングの対象として、またハイキングやクライミングの対象として人気がある。1994年から1995年の観光客は22万4000人。 1996年から1997年の観光客は29万人近くにもなった。ウクハランバドラケンスバーグ公園の植生は標高によって3つに区分されている。これらの地域で確認されている植物は2153種にも上り、絶滅の恐れのある種も109種含んでいる。動物症で確認されているのは哺乳類48種。 鳥類296種、気球種のを含む、爬虫類48種、純絶滅危惧のを含む、両生類26種、絶滅危惧種のを含む、魚類8種などである。放実するように、ドラケンスバーグ山脈で数千年にわたって暮らしてきた、三人たちの祝いが多く残されている地域でもある。一部では、ガイド付きの見学ツアーも再行されている。セサバテ国立公園。 セアラバセベ国立公園は1969年5月8日にレソトで最初に設定された国立公園である。当初は野生生物保護区と国立公園で現在の範囲が一つの国立公園にまとまったのは2001年のことであった。面積は6500ヘクタールで標高2400メートル付近の多彩な草原地帯が広がる。 植物は515種が確認されており、そのうち59種が固有種である。鳥類は調査によって異なるが、軽度懸念のヒゲワシ、気球種のケープハゲワシなどを含む106種から117種が確認されており、重要野鳥生息地に含まれる。魚類は6種で、元からこの地にいたのは固有種で、絶滅危惧種のプセウドバルブスクアトランバエ、コイ、カナド4種である。 高原の盾を意味するその名前はアクセスしづらいことに由来するといい2年間の観光客数は200人以下と見積もられているそのことはかえって人為的な損壊を免れることにつながっているが口述する3人の遺跡保存の観点からは大豪雪や山火事といった自然的要因に対する備えの必要性が指摘されているドラケンスバーグ山脈には 三人が残した祝いが数多く残る。三人の先祖は約八千年前にドラケンスバーグ三無地域に来たと考えられており、彼らの祝いはウクハランバドラケンスバーグ園では2400年前からセサバテーベ国立公園では4000年ほど前から残されている。いずれの地域でも三人がこの地に住んでいた19世紀末、内史20世紀初頭まで継続的に描かれていた。 ウクハランバドラケンスバーグ公園には岩陰遺跡などの岩絵が残る遺跡が600ほどあり、全部で約3万5千の岩絵が残されている。そのうちの約4分の1に残る8,578の岩いを対象とする調査が1976年に行われたことがある。その結果では53%を占める人物像に何らかの道具を持った。 裸体像が多く見られ、描かれている場面は狩猟採集といった生活に関するもののほか、舞踏や鬼闘などが含まれることが明らかにされた。また、動物は43%を占め、カバ、カワイノシシ、サイ、ゾウ、ツチブタ、ノウサギ、バッファロー、バブーン、ヘビ、マングース等、多様な動物が描かれているが、その中では、特にアンテロープを含むものが77%と、 最も多い。次に登場するのはエランドである55%。人物、動物以外に無機物や抽象的なものが4%ある。これらの岩いは彩色画で赤を中心に様々な色が使われているが、6割以上の岩いは単色で描かれている。三人の岩い遺跡ならば、ソディロ、ボツワナの世界遺産、2001年登録、マトボ農家。 ジンバブエの世界遺産2003年登録などもあるが、ウクハランバドラケンスバーグ公園の単独登録時2000年の評価では、同公園こそが多様性と密度の点において、最も優れた3人の祝い遺跡であって、アフリカ全土で見ても、単一の民族によって描かれた祝いとしては最高の密度と規模を持つもと評価されていた。単なる数や密度だけでなく、その芸術的価値や、 宗教的な価値も評価されている。考古学者、デビッド・ルイス・ウィリアムズは、1870年代に、ドイツの言語学者が行っていた先駆的な調査、当時は大岩絵が描かれており、それらに通行した人物への聞き取りも実施されていたを、元に、三人の宗教性と結びついた岩絵の数々を指摘した。それによれば、多く描かれている動物に、エランドが含まれているのは、 三人が祀っていた神と結びつく動物だからだという。また、人物像には頭がかなり伸びた姿で描かれるなどの異行が見られるが、これは神かかったシャーマンの魂の変化を象徴しているという。セサバテーベ国立公園にも三人の祝いが残っており、レソト当局は南方様式サザンスタイルを代表するものとして推薦していた。のように南方様式については、 その定義が不明瞭として、アイコモスからは認められなかったが、それでも公園内に少なくとも65箇所の岩江遺跡が残っていることに変わりはない。それらは、レソト国立大学主導でセサバテーベでの岩江調査が最初に行われた1980年代に確認されたものであり、記録の乏しい3人のセサバテーベ地域での活動史を解明する上では貴重である。 人物に関して描かれている場面は、ウクハランバドラケンスバーグ公園と似ており、狩猟採集などの日常生活のほか、舞踏、儀式などである。最も多い動物については異なっており、エランドが目立つ。これらはやはり多くの色が使われた彩色画であるが、複数の色を使っているとは限らず、一式で描かれたものも見られる。上の構成資産の不死で述べたように、 ウクハランバドラケンスバーグ公園は、そびえ立つ山々とそれを覆う緑が、数々の絶景を作り出している。それらを保管するものとして評価されているのが、セサバテーベ国立公園に見られる岩山の造形や、湿地、草原の景観である。そして、ドラケンスバーグの山脈地帯には、豊かな生物多様性が育まれているのである。 記述の種以外で世界遺産登録範囲内に見られる希少な動植物としては以下のような例を挙げることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。